はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。で最近ね、実写の質問コーナーとペヤングをね食べたっていう動画があったと思うんですけど、あのペヤングね、食べたことない人はねわからないかもしれないんですけど、ほんとマジ超辛いんですよね。もうね、ほんと食べてみたらわかる、ほんとにあの苦しさ結構ね、行らしくしてるかもしれないんですけど、ほんときついんだよ。てかみんな死んだら、オッケー、これはチャンスなんじゃないか。オッケー、ゆっくり行きましょう。でこのまま走っていく。オッケー、パックには、あははは、見て、パックには気をつけようって言った矢先これだよ。もううわ、めっちゃチャンスだったんだけどな。どっか入れないかな。いけない、入れないな。どっか入ってね、近道できると思ったんだけど、よし、オッケー、あははマジかよ。今のはね、めっちゃチャンスだったと思うんですけど、やっぱり土管はパックンが出てくるもんと思ってレースを進めなきゃ負けてしまうね。だから次にね、もし次があればだけど、ああいうコースがねあれば気をつけていきたいと思いますって言った矢先これだ。あのルイージやばいですよね。6000超えてたね。絶対ルイージには負けそう。見て、もう動きがなんかヒップドロップと連打じゃん。よし、オッケー。でこれはどこだ、どこに行けばいい、どうしようか。これよし、ルイージ待ってくれ。よし、でこのまんま渡る、こうか。よし、オッケー、ルイージに勝てるかもしれない。よし、オッケー、よしよし、このまま渡ろう。上にドアがあったぞ、上にドアがあったんだ、上にドアがあったのは見えたんだ。待ってくれ、嘘、あはは、くそ、これ負けたかな。ルイージなんか遅れてるけど、いや、ブンブンがいる、ブンブンが。よし、オッケーオッケーオッケー。で上に行く、そしてどこ、左か。よし、でジャンプで次ね、どこに出るんだ、右か。オッケーオッケーオッケー。で上、うわー危ない、よし抜けよう、ジャンプで切り抜けよう。よしよしよし、これ難しくない。よし、オッケー、ルイージよ、ごめんなルイージよ。うわ難しいなこのコース。ルイージ早くない、戻ってくるの、うっそ。でジャンプ、このまま右に行きましょう。ルイージの方が正解かな。うおさすがルイージだな、分かってたのか、これ右じゃなかったのか。ルイージがゴールしそうだな、なんか見てほら、めっちゃ進んでる、もうなんか負け格っぽいな。やっぱりルイージか、すごいな、エスプラスは。っていうか今のバトル俺一番レート下だったよね。だから負けてもね、全然レート減らなかったんだよね。ゴールしてないのにね、6しか減らなかったんですよね。まあそういう時勝てばガツンとレート増えるんですけど、やっぱ6000超えマジで強すぎ。よし、それじゃあどんどん続きやっていきましょう。さっきの負けは忘れてねこれでもオンオフされたら終わりのやつじゃん。でジャンプして上から行こっか。で、おー、ちょっと待って、これ危ない。待って、これほんと危ない。これ、こういうのほんと危ないから。こういうのほんと危ないから。やった、これチャンスだけど、落ち着いていこっか。これは落ち着いていこう。よし、オッケー。で、ジャンプ。めっちゃ追いかけてくんな。で、この辺ゴールがあったら嬉しいな。嬉しいと思ったけど、中間ポイントか。あ、ファイアーボール取っていこうか。オッケー。ちょっと遅れたな。まあいいや。で次はあんまり急がないでおきましょうか。でジャンプ、これめっちゃ勝てるチャンスだと思うんですよね。ちょっとラグいけど、よし、オッケー。でジャンプの、やばい、来た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 、みんな来てる、みんな来てる、みんな来てるぞ。でも落ち着いていきましょう、ピオキング。よし、あ、登れない。よし、オッケー、よしよしよし。そしてこれは上から行くか。待って、あ、なるほど、みんな来るんだ、ここで俺は待ってますよ、コインでも取りながらね。あ、
待って、危ない。よしよしよし、おーよかった、ルイージ取るかと思ったけどブレーキしてくれたな。いやなんか久しぶりに勝った気がするやっぱね、でもああいうコースで勝った時ってなんか実力で勝った気がするんですよね。どうなんだろう、痩せたジャイアンまあ確かに痩せてるよね今のマリオ見た。あ、1の1、これ4つ目の土管に入ると勝ちってことですよねって思ったけど全然違う全然1の1じゃなかったわ。これね、なんか羽とか出てきそうだよね、羽とか出てきそうだけど、待ってくれ待ってくれ、キノコか、キノコ一応取っていこうか。なんかこの辺危ない気がするんだよな。よし、オッケーで、ジャンプ、待って、これはよし、キノコ取っておいてよかったな。あのマリオゴールしそうだな、なんかで、上に行く、オッケー、そして中間ポイントか、大きくならないかな、なった、オッケー、よしで、ジャンプ、おいおい、よし、あー危ない、まあいいや、まあいい、もう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 いい、やめてくれ、よし、チャンスチャンス、俺はチャンス、ごめんな、待っててもしょうがないから先に行かせてもらいます。いや久しぶりの連勝、本当に嬉しい、ピヨキング嬉しみ。10連勝したらアバターがもらえるよね確か。いや10連勝とか無理じゃんって話ですよね。まあ一番最初のランク D とかに戻ればもしかしたらいけるかもしれないんですけど、ランク D でもねやっぱ上手い人上手いよ絶対。ランクとか関係なしに負けるときはね負けるんですよね。これまで僕の一番最高は9連勝だったんで、あと1連勝すればね10連勝のアバターをもらえたんですけど、そこがね心残りかなっていうか、ルイージなんだあのアバターなんか動物みたいだな、鹿みたい。どう、簡単でしょ、うん、まだやってないからわかんない。でもね、まあこんなコースだから簡単ではないな、きっと。これね、簡単でしょとか大体書いてる人はね簡単じゃないんだよね。どうしようかこれ、え、どうすればいいのこれ、え、どうすればいいの、どうしようどうしようどうしよう。戻ってきたってことは多分右はマグマに落ちるってことだよね。一回行ってみるかも、しょうがないよね。あーなるほど、そこにブロックがあるのね、オッケーオッケー。だから、え、なるほど、そこにあるのか、待ってくれ、よし、俺が一番最初に行ってみせるって思ったけど、あ、待って待って待ってくれ、ずるくない、あの人ずるくない、うーわ、出た出たよ独り占め、そういうのしますか、そういうことしますか。早く2つ目出して、よし、あー全然違ううっそ。それじゃあ次でラストバトルにしたいと思います。まさかね一番左にツタがあるとは思わなかったら、もうツタがね出た瞬間、もうツタが出た瞬間みんなそれに向かっていくの可愛いよねうわそこにあったのかみたいな感じで、お、これはね最後ラストバトルにふさわしいと思うんですけど、どうなんだろう。よし、それじゃあ一番下に行くか、ちょっとごめんなルイージ投げたけど一番下がなんか一番見やすいんですよね。よし、よろしくお願いします。それじゃあ、お、みんな違う、よし、オッケー。これはまず2つ出しておいて、どうするんだ、で、右に行って左に落ちる、そして次はここか、よし、オッケー。で、あのファイヤーボールが怪しいな、で、ファイヤーボールを取ってチャッカマンして、よし、オッケー。で、ちくわブロックの乗るのね、あ、早い、誰か早いぞ、もうぶっ壊してるやつがいた、ドアの音も聞こえるし、そして次、よし、なーるほど、くそ、スイングアームか待って、これ鬱陶しい、これマジで鬱陶しいから、よし、オッケー。誰かいるな、ヨッシーの音が聞こえたのはなんだ、これはどうすればいい、あ、こうやって行ってヨッシーも乗っていく、そしてこんな感じで、よし、オッケー。あ、ヨッシー捨ててよかったのかな、で、このまま渡っていくか、あはは、かわいい、かわいいマリオ、めっちゃかわいい、これ飛んでんの、あはは、めっちゃかわいい、よし、オッケー、よし、早く行くんだマリオ、よし、待って、これ難しいな、
え、なんで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 、よし、オッケー。そしてファイヤー取るでしょ。あ、ファイヤーじゃない、マント取る。マント取って飛ぶのかな。きっと飛ぶんだ。これは全然飛ばんでよかった。え、なんこれ。あ、帽子かぶっててよかったわ、マジで。最後スターなんか関係あるっぽいな。よし、これで勝ったら気持ちいいぞ、ピオキング。よし、オッケー。まだドアの音は誰も聞こえてないからな。オッケー、来た、やったよし、いや、この勝ちは気持ちがいいですね。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。少し遅れましたが、実写動画でのたくさんのコメントありがとうございました。また機会があればぜひ上げていきたいと思います。それじゃあまたね。